かやぶき屋根の民家が連なる下郷町の大内宿。首都圏からも多くの観光客が訪れる県内を代表する観光スポットです。名物ネギそばで知られるこちらのお店では、今日も一本のネギを箸代わりにしてそばを堪能する人の姿が見られました。会津からです。県外に行けないのでまあちょっと地元の方で見れ、まあ、ちょっとまあ観光というか。今日栃木からです。特にまん延防止とか緊急事態宣言とか出てない地域なのでっていうところで選んだっていうのはあります。ゴールデンウィークは例年書き入れ時ですが、去年は緊急事態宣言を受けて飲食店などすべての店舗が臨時休業を余儀なくされました。そのため観光関係者は今年こそはと期待していましたが、首都圏や隣県からも人気の大内宿なんですが、東京などで緊急事態宣言が出された影響でしょうか、観光客の姿はまばらとなっています。大内宿観光協会によりますと、 GoTo トラベルで去年の秋以降は徐々に客足が戻っていましたが、今月に入りまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が相次いで出されると観光客は激減。いつもならにぎわうゴールデンウィークの前日でも観光客の姿はまばらでした。また今年もコロナでちょっと影響をこもるのかというふうな率直な気持ちは、あります。ゴールデンウィークを前にまたも苦境に立たされた大内宿。それでも感染防止対策を徹底して観光客を迎えることにしています。我々も感染防止に努めながら、一人でも多くのお客様にこの大内宿の良さというものを聞かれるために、アピールしていきたいなというふうに思っております。